のマサです。今回のフェイントは、右ボディのフェイントから左ボディ。こちらをやります。右ボディを打ち出します。手前で止めます。当てません。そこから左ボディを打ち込みます。打たれる側のディフェンスからして、右ボディから左ボディ、このつなぎというのは割と分かりやすかったりします。右ボディ来るときにガードお腹グッと力を入れて、その返しの左ボディも力を入れたまま止める、こういうディフェンスが多いと思います。力を入れている状態の相手をその上からボディを叩いて効かせられるっていうのはよっぽどパンチ力がないと難しいです。ただし力抜いている状態であれば一発で効かせられることもあります。右ボディを打ち出すと相手も力を入れます。そこで手前で止める。そうするとあれ来ないと、そこで一瞬力を抜いてしまう、そんな隙を狙います。もちろんそこで抜く抜かない、毎回必ずそうとは限らないですけど、そういった数少ない隙というのを作ります。フェイントからボディのこの間というのは相手の様子、力を抜く瞬間、タイミング、顔色なんかも伺いながらなんですけど、最初はわからないと思うので、とにかく止めて打つ、止めて打つ、そしてある程度キャリアがある人なんかはいくっと見せて相手の顔色を伺ってずらして打ったり、まあ、こういった形でやってみるといいと思います。まあ、このあたりはキャリア、そういったものも絡んでくるんですけど、相手との駆け引き、その上でフェイントからの左ボディ、この間っていうのは調整していってください。